どうもドズルです。はい、ということで今日もクラッシュライアルやっていきたいと思います。今日はクラロワベーシック、昨日から始めたシリーズなんですけれども、まあ、クラロワベーシック、このシリーズを見ている人全員をねレジェンドアリーナに到達させようっていう企画でございます。まあ、レジェンドアリーナに到達するまでに必要最低限の知識っていうのをね、この動画で伝えていければなと思っております。でドズ2ね、今無課金でプレイしているんですけれども、カードが全然集まっていなくて、ゴーレムとかアイススピリット、あとトルネードとかがねすごく欲しい、いろいろ解説したいためにも、ということでちょっとおまけの宝箱と、ゴールド宝箱、金の宝箱引いていきたいと思います。参りましょう。アイスピとかサクッと出ないかな。ゴブリンの小屋からの嫌な雨、出ないですね。さあゴールドは、こっからゴブリンの小屋からの三重士からの大砲からの、おダークプリンスアンロック。まあダークプリンスもねちょっと不遇の最近振るってないユニットなんですけれども、まあいいや、ありがとうございます。さあということで本日の主役はですね、ホグライダーでレジェンド到達したっていう人も多いと思うんですけれども、まあ、かなり強いキャラクターですよね。4コストで非常に使いやすいキャラクターで、初心者にもおすすめのキャラクターになっているので、ちょっとホグライダーについて解説していきたいと思います。まずはホグライダーの出し方なんですけれども、これね意外に知らない方いるので、もう今日必ず覚えていきましょう。今ホグライダーを構えている位置からホグライダーを出すとね、このようにピョーンと川をホグライダーが飛び越えてくれます。これを必ずさせるようにしてください。これやるとやらないでは、右がね普通に橋の真ん中から出して、左はピョーンと飛び越えさせた場合なんですけれども、ホグライダーが1マス外側に配置されるのがわかるでしょうか。こうすることによって1マス建物にね引き込まれにくくなったりとか、あとトルネードのね巻き込みっていうのが1マス回避できるので、これはもう今日からねしっかりやるようにしましょう。さあということで続いて実践編でございます。リアルタイムで攻めていきます。でホグライダーのデッキのポイントとしては、ザップを入れるようにしましょう。ホグライダーの受け手として、スケルトン部隊で受けてくる人がすごく多いので、しっかりね、それをザップで通してあげるっていうのが重要になってきます。バーバリアンで受けられたらちょっと仕方ないかな、このデッキの場合。さあ相手もホグですね。バレルには矢の雨飛ばして、ナイトとマスケットで守っていきます。でこのナイトとマスケットで守って、このまま攻めの形をね、作りましょうか。ホグライダー出すタイミングは慌てて今出すんじゃなくて、ナイトがちゃんとタワーのターゲットを取ってくれそうな時、ここで出してあげる。おザップ。さあこんな感じで最速でザップ打ってあげるとマスケットが生き残ってくれるんでね、こんな感じでウィザードにもダメージを与えてくれると。相手としては今防衛側で使ったウィザード5コストをね、マスケットで処理されてしまったのでかなり痛いと。しかもそのマスケットに慌てて今バルキリー出してくれたので、ここはね、低コストの3コストのナイトで処理してあげる。こんな感じでいかがでしょうか。でここね無理やりナイトに何か重ねなくても、まあ、ちょっと体力的にね、微妙なので一旦後ろからバーバリアンで組み立て直します。このバーバリアンがねすごく優秀なのが、守りでも非常に優秀ですし、さあここバレル飛んできても嫌な目打たなくていいですよね多分。うん、こんな感じでマスケットと重ねてあげてもすごく優秀。ああここはね右にホグライダー出しましょう。今左にファイアーボールが見えた瞬間にもう相手がね左のユニット潰してきたんで、不意打ちというか、右にもバーバリアン進行させていたので、それに合わせる感じでここザップですね。それぞれね両サイドに今バーバリアンを出してあげて、でどちらかのバーバリアンがやられてしまったり呪文使ってきたら、まあ、逆サイドのバーバリアンにね重ねてホグライダーを出してあげましょう。でやっぱりスケルトン部隊で相手は守ってきたので、ザップを素早く打つっていうのが一つポイントです。さあ同じ感じでいきましょうか。これ終盤だったらねどちらを落とさなければいけないっていうのがもちろんあると思うんですが、さあここはライトニング左に打つ。ウィザードはねやっぱり昨日の動画でも言ったようにしっかりライトニングで処理してあげると攻めやすいです。さあここは相手左のバーバリアンにアンチユニットを出してきたので、右から攻めていきます。ザッ OK。 さあそして左しっかり守って、ここバルキリーなんでね、バーバリアンで守らないように注意しましょう。さあそしてスケルトンを重ねていくと、まあ、こう微調整というかちょっとダメージ入りそうだなっていう時は、スケルトンとかでね微調整をしていきましょう。さあここは左矢の雨で右からホグライダー。これ終盤とね中盤で攻め方若干違うんですけれども、終盤は1対0を今狙ってるわけですね。1対0を狙ってる展開で必ず右を落とさないといけないんで、右にホグライダーを展開していきました。ちょっと展開早いんでね、これどうしていくのがいいだろう結構ベラベラ、おっと相手5ミスかな、ベラベラ喋ってるんですけど、終盤の1分は1対0で勝つのか2対1で勝つのかを意識しながら戦っていかないといけない。
さあ真ん中からマスケット出して、まあ、結構ねいろいろいろんなテクニック使ってますが、まあ、今日ライトニングで終了ですね。今日覚えておいて帰ってほしいのが、まずはホグライダーを出す位置ですね。必ず橋の外からホグライダーを飛ばして出していくということと、あとザップの速さですね。スケルトン部隊とかで囲まれた時にしっかりザップを打ってホグライダーを生かしてあげる、他のユニットを生かしてあげるっていうのが2つ目のポイント。そして3つ目のポイントはしっかり相手のユニットを守って、でその守ったユニットを使ってうまく連携を取ってホグライダーを足してあげるとすごい大ダメージにつながるよっていうね、3つのポイントにまとめておきました。はい、ということで、今回2回目第2回となるクラロワベーシックですが、ちょっとね、コメントとかグッドボタンの数を見て今後も続けていくかどうか決めていくので、ためになったよっていう方グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、今日のじゃあクラロワベーシックこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。